こんにちは、ミカです。今日は王冠のヘッドピンにカラーパール3ミリをつけて、一粒石でも豪華になるアンティーク風ティーピンの作り方のご紹介です。ワイヤーは長いままにして、先端5ミリのところに印をつけます。プライヤーの一番細いところに5回巻いて王冠の輪を作ります。プライヤーの直径は2ミリです。ワイヤーにハサミ跡がつかないように巻いていきます。コイルを爪で少し広げます。丸ペンチで挟んで王冠になるように均等に広げます。8ミリパールを用意します。パールの大きさに合わせてワイヤーを切ります。パールを入れてワイヤーを直角に曲げます。8ミリに切ります。丸ペンチで輪を作ります。先端を2ミリに切ってボンドをつけます。カラーパール3ミリをつけます。輪を開いてチェーン2センチを入れます。丸カンをチェーンに通してイヤリング金具につけます。大粒のパールが優しく揺れるアンティーク風イヤリングの完成です。カラーパール3ミリ2個のアレンジです。ボタンカット4ミリをメガネ止めでつなげて、透明感のあるカラーストーンの色を楽しみましょう。アパタイとは調和の意思と言われていて、本来の自分との絆を深めてくれます。3ミリパールとつなげるとビクトリアンジュエリーになりますよ。王冠とカラーパールを組み合わせたアンティーク風ティーピンの作り方のご紹介でした。